ザカリー・トーマス・グラニットは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシスタテンアイランド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のニューヨークヤンキース参加所属。メディアによっては、グラナイトと表記されることもある。ニューヨーク州スタテンアイランドのトッテンビル、高等学校に入学し、同校の野球チームで投手と外野手を経験。3年時のポストシーズンでは打率。 583を記録し、ニューヨーク市のパブリックスクールで争われるパブリック、スクールズアスレティックリーグで優勝を果たした。その後シートンホール大学に進学し、シートンホールパイレーツで大学野球を続けた。シートンホールパイレーツでは、大学1年時から全試合に先発出場して打率、296、出塁率、387、61、安打。 39得点、27支球、10盗塁の成績でチームを牽引した。2013年の MLB ドラフト14巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。2016年には、参加の AA 級チャタヌーがルックアウトの選手として出場し、ツインズ参加の年間最優秀マイナーリーグ選手に選出された。シーズン終了後、ツインズの40人枠に加えられた。 2017年は、AAA 級ロチェスターレッドウィングスで出場を重ね、AAA オールスターゲームにも選出された。7月7日にメジャー初昇格を果たし、翌8日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビューを飾った。この年メジャーでは40試合に出場して打率、237、1本塁打、13打点、2投塁を記録した。 2018年は1年間トリプル A 級ロチェスターでプレーし68試合に出場して打率2114打点9盗塁を記録した2019年2月25日にマーウィン・ゴンザレスの加入に伴って DF となった2019年3月3日にゼイビア・ムーア及び金銭ンンとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍したこの年は 参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレーし、119試合に出場して打率、293本塁打、37打点、25盗塁を記録した。オフの10月31日にマイナー契約となり、11月4日に FA となった。2019年11月21日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、2020年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。